サプライズで青木宣親にビデオメッセージを送ったイチロー氏イコール2日午後神宮球場撮影大橋純人セリーグヤクルト5から3広島23回戦広島13勝10敗2日神宮ヤクルト青木宣親外野手42の引退試合日米通算4367安打を記録したイチロー氏50イコールマリナーズ会長不特別補佐兼インストラクターイコールが VTR でサプライズ登場しスピーチ前の青木に最後バシッととエールを送った以下イチロー氏のメッセージ全文21年間の現役生活お疲れ様でした大学からプロの世界に入って日米通算2700本を超えるヒット見事でした高校からだったら3000本は楽勝だったねもし同じ時代に同じ条件で勝負していたらどっちがよりヒットを打ったのかそんなことを想像させてくれるバッターでした青木宣親左とイチローイコール2009年3月23日撮影一緒に戦った2006年2009年の WBC では随分と助けてもらいました当時は世代の違う若くて生きのいい選手だと思っていたけどそんな青木が日本球界では野手として最年長大ベテランになったんだねでも僕にとっては数少ないずっと変わらない可愛い後輩です今日の特別な日の最後はスワローズファンの皆さん青木宣親ファンの皆さんの前でバシッと決めてくださいそしてオフになって時間ができたらまた球場に顔を見せに行ってください一緒にキャッチボールでもやりたいねじゃあ最後バシッとだお疲れ様青木は本拠地を舞台にスターティングメンバーに名を連ねた1番中堅でスタメン起用されるのは2018年4月22日の DeNA 戦以来2355日ぶりこの日は日米通算21年間で2483試合目4打数2安打で日米通算2730安打に積み重ねた慣れ親しんだ定位置で有終の美を飾り21年間の現役生活を締めくくった一球速報へプロ野球日程へ